1988年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第40回大会である。このシーズンよりポイント入賞圏内が前年度の1から10位から1から15位までに拡大された。500cc クラスではエディ・ローソンがワイン・ガードナーとの激しい争いを制止タイトルの脱会に成功した。ガードナーは前半戦に 88NSR500。 とのマッチングに苦しんだことが響き、中盤以降巻き返すも一歩及ばなかった。一方で、ウェイン・レイニーとケビン・シュワンツがこの年から本格的に WGP 参戦を開始し、それぞれ勝利を挙げた。レイニーは1984年に 250cc クラスで12レースに出走して、表彰台にも一度上がったことがあるが、500cc クラスではこの年がデビューシーズンとなった。 サイクルニューズ誌でのアラン・カスカートのシーズン前の評価では、レーニーは、グッドライダーには、違いないが、グレートライダーにはなれないだろう。彼は、ランディ・マモラの代わりにはなれないというものだったが、その評価を見事に覆した。ファクトリーチームの V4 マシンは、非常に強力なエンジンと高い剛性のシャーシの、組み合わせによって、パワースライドを生み出し、しばしば乱暴なハイサイドを引き起こして、 ライダーを空中に放り投げた。カジバは、レイニーの加入によって、チームロバーツを放出されたランディマモラをライダーに、起用した。そして、23年ぶりのアメリカ GP が、カリフォルニアのラグナセカで開催された。250cc では、前年度チャンピオンのアントン・マンクが、開幕戦を制したものの以降は制裁をかき、今シーズン限りでの引退を発表。 代わって終始安定した戦いぶりを示したシトポンスが4勝を挙げ、スペインの同胞で3勝を挙げたファンガリガトとの争いを、選手初のタイトルを獲得した。125cc と 80cc では、ダブルエントリーをした、スペイン人のホルケ・マルチネスが、両タイトルを制覇し、母国メーカーのデルビダブルタイトルをもたらした。ありがとうございます。